あ、ちょうど、あ、やばい、見つかるかもしれない。ちょっと逃げ方が下手。よし、後ろ。はい、後ろからそっと、ためろ。そっと近づいて、三角が出ます。もうちょっと、三角。素晴らしい。2月20日、P5S の発売日が近づいてきました。そんな最中、ゲームディレクター兼プロデューサーを務めたカナダ大輔さんにお会いしてきました。実際に発売前の P5S をプレイしながら、カナダさんにプレイ方法やストーリーについてなど教えていただきました。ということでね、ペルソナ5ザ・スクランブルプレイしていきたいと思います。はい、いやもうワクワク、前のめりですよ。食い入るような感じで、そうです、いやでももう本当にあの一番最初のシーンから普通にニューゲームでプレイ、いいんですか、はい、お願いします。いいですか、いや、やりたい。まあじゃあやる、どうする、 OK、 最初のだけ、はい、もうすぐや死ぬから。いやいやいや、今日初めてですから。初めて、そうですか、初めてのシリーズを通してペルソナ5ニューゲームで、この上のニューゲームを、はい、で選んでいただいて、カラーがそれぞれのね、いやストーリーも新しいわけですもんね。はい、新しいこれ用の。気をつけろジョーカー、下から来るぞ。でもうこっからこっからいや大丈夫、全然大丈夫、こんなに全然大丈夫じゃないですけど。お、okay、モナいる、うん、で、この左上にちょっと操作が出てますね、はい、四角ボタンと三角ボタンをとにかく押していきましょう。分かりました。わ、すごい、まあ、四角と三角ぐらいは分かってるんで、うん、あるのは初めて、こういう、うん、こういうアクション。三国無双は最後にやったのはプレステ2だったと思うんで、うん、はい、すみません、適当です。いえ。あれで一気に倒すみたいな感じ。はい、あれであの画面内にいる敵すべてのダメージが与えられて、はい、で、まあここの後に本編のこのスタイルがすごい、オープニングが入ります。いや、もう本当にあの、こういう映像一つ一つがもうアーティスティックっていうか芸術だなってすごい思って、うんうん、さあ、あ、また 2D が好きなんですよ。突如とくる。ここがね、コントローラー置いて誰もいなくて、店がなんか静かなんですけれども、あ、さゆりが、さゆりがってありますよね。せーの、おかえり。びっくりした。もうこういう心温まる展開が。驚いたか。会いたかったぞ。久しぶりだな。少し背伸びた。元気そうでよかった。
ルガナもね。やった、外は暑くなかった？マスターのコーヒーが冷えてる。なんでお前がトカゲなんだよ。お腹すいたのは女の首じゃん。なんかいいですね、後の話でみんな仲良くてっていうのはちょっとハートウォーミングな、ね、結構今回はお話 P5 ってちょっとこう、はい、暗めな話なところが多いんですよね、なんでちょっとそれぞれペルソナ4は割と明るい話だったんですよ、はい、でこの 5S はちょっとP5 なんだけどちょっと明るめな明るめ楽しい話したいねっていうところをしてたりしますね。ちょっと先のステージになっちゃうんですけれども、はい、そこでちょっとアクションをご紹介してから、はい、じゃあジロちょっと探索でですね、まあ、はい、あ、ごめんなさい、これ触っちゃう、はい、やりながらもう四角ボタンと三角の組み合わせで、はい、でかいペルソナですね、はい、R1 ボタン押しっぱなし、 R1、 R1、 うん、これペルソナ、はい、でレバー左右、サードアイもある、レバー横、R1 押したまま、R1 押したまま、そこをちょっと降りないと、そこはごめんなさい、勝手に登っちゃった。どうやって降りる、はい、はい、R1 押したまま、押したままレバー左右でペルソナを切り替えて、なるほど、でレバー上下で技が入る、技でそのまま丸ボタンを押したら発射される、ここで、はい、当たった、で戦闘開始ですね。おお、すごい、すごい、あ、この時も上に登れたりするの、うん、あ、登れます、で例えば、はい、あ、今下の三角押してみましょう、チャンスって出てる時に、はい、あ、これが浮遊の飛び乗ってハグと、そこから敵が出てくるのでいっぱいいる、で丸ボタンに出ると走行駅来て、こうやるとこう走行駅っていうのができます。かっこいい、敵はみんなダウン、ダウンゲージ、うん、ダウンゲージっていう特殊なヒージを持ってて、弱点を突かれるとそのダウンゲージが減って、はいはい、走行撃ができるようになる。なるほど、まあ、これが要は P5 をやっとくのは、弱点つけた敵がダウンをしてそこに走行撃を仕掛けることができるっていうのをアクションの中で再現してるんで、で、センサーこのまま戦った時に十字ボタンを押すと仲間とバトンタッチ、あ、なるほど、十字ボタンを押すと、あ、来た、ソフィアに変わります。ソフィアはどういうのがあるんだかな。ソフィー、ジョーカー以外はペルソナチェンジはないんですけれども、はい、そう、全部技の名前のうちにハテナがついてるでしょ。ハテナついてるんですけど、ソフィアはもともと周りに回ってるピトスっていうんですけど、はいはい、ペルソナではないんですよ、うん、だから、はい、魔法を打てないはずなんですね。なんだけども魔法っぽいものを使ってるので、はい、技名の後ろに全部ハテナがついてるんです。あ、ちょっと近くにはいないですかね。近くにいない、うん、でここまで行けるのがすごいな。すごいです。で、なるとそこまで飛びついて敵に転生を仕掛けて、あ、やばい、いけ、総攻撃がいけてみたいな。倒した瞬間見たいですね全員倒すとやっぱりあれが起きるんですか。かっこいい総攻撃の、総攻撃の、総攻撃は雑魚の相手の時は今の絵なんですけども、ボスとかになるともうちょっとかっこいい絵が出るようになってたりっていうのが、あ、シネマもある。で、例えばモルガナを使うと車に変身して、うわ、コマぶっ倒れます。いや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 、行くね、車のまま戦うこと、このまま戦うこともできます。今まで戦えなかったですけど当たり前です。そうなんですよ、前はこれただの移動手段でしたからねこういうこともできます。すごい、こうやってちゃんと隠れながら、はい、またチャンスを狙ったりとか、ちょうど敵がいるとその飛びかかることもできたんですけれども、はいはい、まあ今はいますね、チャンス来た来たって、はい、で、オーケー、で、ここからもお、そこ行くもできるしっていうやり方もできるし、そうですね、素晴らしい。これ仲間が攻撃して、はい、その弱点ついてるから倒れてたりとかもしてくれる。仲間がダウン取ってる時もありますね。これ今の近くにアイテムですね。これがチェックポイント、はい、はい、あ、ちょうど、あ、やばい、見つかる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 かもしれない。逃げ方が下手逃げ方が下手まずはこっちは道がちょっとあれかな、行き止まりかもしれないですね。よし、後ろ、はい、後ろから、後ろからそっと、ため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 、そっと近づいて、三角が出ます。もうちょっと、もうちょっと、三角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 、素晴らしい。これ、正面にいるこいつ、世界中
と FOE っていうか戦えるんですか。戦えるけどむちゃくちゃ強いむちゃくちゃ強いんですよこいつ。いや大丈夫いけますか。ピトス、ピトスで弱点が、あ弱点見てなかった。弱点は雷と、雷と疾風ですね。ガル、ガルですね、うん、ってことはまあちょっとモナに変わる。はいはいはい、モナで、モナでちょっと、うん、ガルーラとかウィークつける。よっしゃウィークつける。ウィークいけ、ガルーラウィーク、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 コンディションウィーク、ウィーク、ウィーク、ウィーク。でもあれ言ってるでしょ。うん、これガルーラいけるよ。いや、示せ、うん、いける、いける。ていうか全然体力減ってないじゃないですかちょっとあ、かばわれる、かばわれた、かばわれるっていうのもあるんですね。今、死にかけてるんですね。え、マジですか。あ、死んじゃったもん。あ、ごめん、モナ。ダメだ、これは逃げましょうかリカーブ、うん、やばいやばい。そういう場合はですね、この手前の壁に向かって走り続けます、はい。ああ、逃げて、ちょっと待って、逃げて、ディレクターが逃げてって言ってるよ。壁に、そう、走り続けて、はい、OK。いや、すいません、僕も任せしました。危ない。で、あの、レバーの十字ボタンの下を押してもらって、これがオートリカバー。あー、すごいシンプルに。いや、すいません、あれ、今のはゴーマという名前になってるんですけども、はい、あの、各、このジェルの中にいる、もう本当成長してから倒しに来た方がいいっていう、危険な、やつでした。もう本当に嬉しいです。もうあのなんだろう、いろんなペルソナ要素がどうやったらそのアクションに落とし込まれるのかなってやっぱみんな考えると思うんですよ。それを思ってたところでもうこのなんか理想系っていうか、ちゃんとあのペルソナ打てて、でワンモアあって、でショータイムもあるし、やっぱかっこよさが残ってるし、はい、結構やっぱり絵が派手だからこうみんな切りかかって頑張っちゃうんですけど、結構本当あの背景物ですね、ファントムムーブっていうんですけど、背景物使って弱点ついてというところがあるので、はい、割とやっぱりキャラクターをちゃんと成長させると戦いもでも楽になる。だからアクションが苦手な人でも成長させることによってどんどんクリアもしていけるし、はい、やっぱ難易度をイージーまでするともっとそこは進めやすくなりますので、もう本当ペルソナ好きなんだけれどもちょっとアクションはなっていう人なんかは、いやでも怖がらずにプレイしていただいてますよね、イージーにすれば割と悩まずにサクサクいけますので、ぜひプレイをしてもらえたらなというふうに思いますね、うん。まあ、アクション苦手でもこうストーリーを追いながら、はいはい、お話はもう全く変わらないので、はい、ね、あの弱点のコンセプトとかも、あのもう本当に始めたのにもう大体もう5分でもう全然分かるようになって、それは本当にすごいなと。確かにすぐに本能的になんかそのアクションとかもあのそのシステム全体的に、うん、全部本当に5分で把握できるのはすごいなと思って、うん、大体は、はい。ありがとうございました。本当に楽しみにさせていただきます。はい、はい、楽しみありがとうございました。ありがとうございます。